おはようございます。ティラ・ネムイと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。よし、あのですね、なんでこんなトーンなのかって言いますと、夜勤明けです。夜勤明けに今収録したらどうなのかなと思って頭おかしいでしょ俺頭おかしいないや、そういう日もいいかなと思って。はい。まあ、パーティーはもう組んであるんで、まあ、さっき組んだんで、というか、収録していきたいと思います。行ってみよう。今回はですね、泥人形ベビースタータンパンドラボックス。今回、必殺技をね、使ってみたいと思います。必殺技パーティーです、こちら。もう簡単に言えばもう。相性なんもない。まあ、今回、必殺技が使えるね、パーティーで、やっていきたいと思います。泥人形ベビースタータンパンドラボックスというね。そういう面々ですね。HP5 1900しかない。まあ、ただ、必殺技っていうものは、基本的にやっぱ決めで使うことが多いんですよ。3体一斉に行動するっていう関係上ね、どうしても、おいおい、そんなものを使うな、君はもう。どうしても3体ごく関係上必殺技っていうのは基本的に決め打ちに使うっていうのが一番多いかなと。まあ道中で使うのは難しい、結構博打なんですよね。はい、ヨナさん、いいね。ベビースタタンのヨナさんはね、どうしてもね、絶対こういう攻撃です。必ずこうです。よし、オッケー、ラッキーラッキー。いいね、いい回避率だね。ベビースタタン回避率上げてますから。はい、フルベクルよ。大丈夫かい？あーくっそ。俺が使った時に全然ダメだったね。ミニゴーストだ。大丈夫かな？誰か受けない？オッケー、絶対受けてくれるのはいい。ありがたいぞ。さあ、泥人形はね、ドローンスイング。これ、特技じゃなかったっけ？そうだよな。特技だな、これは。特技やりどうしようもないね。さあ、パンドラボックスね、お宝。さあ、ランダムブレスでーす。ドーン。そう、お宝はね、4つの効果のうちどれかが出るっていうタイプの珍しいブレスで、威力は全部高いんですよ、意外と。なんで攻撃性能は結構あるんですよね。さあ、今度はどうだ、いけ。はい、いいね、強くね、マジか。さあ、お宝、はい、鉄、いい感じですよ今のところね。はい、順調順調。はい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 、これは素晴らしい回避率。いいね。まあ、追盤も、ああ、まあ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 ね、順当順当。まあ、しゃあないね。ヒャダル行こう。まあ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 。呪文どうだろうな。ああ、まあ大丈夫か。うん、大丈夫だ、大丈夫だ。さあ、ヨナズ行きましょう。はい。必ず MP が足りません。さあ、仕方ないのでフォークにつけさせていきましょう。はい、うわーい、そういうことをし始める。君はもうね、今はそうやってすぐそういうことをし始める。さあ、ベビースタンが冷たい気、これね、ベビースタン冷たい気というような部分で結構ね、属性的にはかなりいいんですよね。まあこんなもんか。 どっちの技も避けられちゃうんだよな。ただ、さあ、ドローンスイングに行く。あらーあらら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 、ちょっと待って、必殺技を使う前にやってしまうのがいい。やってしまうんかい、君は。必殺技使う前に終わっちゃうんだけど、これ、絶対。パンドラボックスは魔力吸収とかしたり、息で変なことすれば、必殺技見せれるかも。まあ、いいことなんだけどね。勝負に決めるっていうのはいいことなんですけどね。はい。ドローンスイング強い技だからね。まあね、ああ、みんな食らってくんかい。さあ、パンドラボちゃんどうする。はい、ですよね。必殺技出せない。打たせる、決めましょう。基本的にやっぱり1体動けばもう必殺技勝ちなんで、もう、そういう決め打ちに使うのが一番多いよね。ただね、誰か一人がスバース判定で勝ってないとダメだ。勝とう、誰か一人。勝とう、誰か一人勝たないと。素早さ判定。攻撃がままならない。こういう時に限って先制しない。撮影のことを考えてくれよ。
おいおい、撮影のことを考えてくれ、ちょっと。おい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 。ほんとそういうとこだよ、空気読まないの。いや、さっきはまるで空気読んでくれなかったからな。頼むぜ大輝くん、必殺技で決めるっていうとこを取らなあかんのよすげえ俺めったい話してるかもしんないけど、俺はもう本気だから、俺マジガチだからさそういうとこに関してはガチで行かせてもらうぞお前、まあ、頼むぜお前。さあ行きましょう。ね、お宝で何がいい？ひろゆき強いんだよな。そう、普通にお宝強い技ではあるんだけどね。さあ、ヨナズも唱えて、マジ分の足りない、誰に行こうか。ビビタン行くぞ。はい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 。まさかの会心が出るとは。たまに出るんですよ、この技ね。ああ、ああ。ちょっと待ってくれ、待ってくれよ。水鉄砲。まあ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 。まあ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 。いい感じ。さあ、ドローンスイング。これがね、ねえ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 、ギガンテス回避率1だよね、あんた。1%。待て待て、回避率 1%。1%組。なんで回避率 1% 組が蹴れるんや、今の。どないなってんねえ、このゲームは。なんだ、スペシャルカードを使うな、お前は。なんだっけ。あ、星野では、二ターン目にいきなり決めに来る？こっちダウンオーブしちゃったやん。必殺技で決めるのってそんなに難しいことじゃないはずなんですよね。パーティーか俺、必殺技の狙いが悪いんかな。もっと簡単なやつあるんですよ。今回コミカルな技を使おうとしてるんで、HP が犠牲となってしまってる部分はある。ああ、ほら、もうそういうことを君はし始める。ねえ、やめようよ、そうやって。ちょっと、撮影のこと考えて。動画の撮れ高考えて。僕、これをね、アップしなくちゃいけないのよ。ああ。うわ、HP に大差がついてるじゃん。はい。何さ、すんの。何してるさ。おい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 、頑張れ頑張れ。なあ、な、何をしてるんだ君たちは。なんだなんだなんだ、何をし始めてるの。なんだこいつらは。何をしてるんだ。なんだ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 、すべてが全然みんな噛み合ってないぞ。動きが噛み合ってない。動きがなんだ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 、どうしたらいいんだこれ。え、何これ。HP の大差がついてるんですけど、スペシャルカード使ったにもかかわらず。なんだなんだ、いや、これはきついですよ、すごく。勇気溜まっちゃうよ、向こうの。何してるさ。あ、当たった。でも、よく当たったな。さあ、今度はどうだ。はいはいはい、さすがにね、さすがにね、これ次避けられたら嘘でしょ。回数 1% だよ、あいつ。こっち回数 20% だぞ、おい。おい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 。こっちの回数 20% だぞ、おい。おい、必殺技決めるどころかさ、打つ暇すらないんやけど、ちょっと。これは無理っぽいですよ。これは決めれないですね。最後に打って終わろうぜ。打って散ろうぜ。せめて打って散ろう。おいおい、嘘だろお前ら。お前らさ、ちょっと待って、僕のさ、発言が基本的にさ、危ないよ。来たー、せめて花になって終わろう。行くぜ、新ヨナズン。ダメだー、全然足りなーい。うわー、花晴らしく散るしかないじゃん。
ゆきのベビースターン。あー、はい、というわけでね、今回必殺技を使おうということで必殺技パーティーを組みました。いやー、1戦目と2戦目のね、悪いとこはですね、 HP が低かったですね。うん、僕の組み方も悪かったね。やっぱり夜勤明けチームうもんじゃねえな。うん、はい、というわけで今回はこれぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。